アメリカ神韻芸術団は現在4つに分かれて世界各地を巡っています。アメリカニュージャージー州の公園には肌色の違う人々が訪れ、中には中国大陸からの観客も見られました。北京からわざわざ鑑賞に訪れた張さん夫婦は不快感度を覚えたと感想を述べました。我觉得也是，他那个有很多中国传统的一些东西，然后看完了感觉就特别的好。待望の日本公演は15日から幕を開けます。新唐人テレビがお伝えしました。